総理、憲法というのはどういう性格のものだとお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。この憲法についてですね、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかしそれはかつて王権が絶対権力を持っていた時代のですね、主流的な考え方であって、羽田浩司君、そこはちょっと私と認識が違って、憲法というものは立憲主義で、権力を縛る、それはなぜかというと、過去の歴史を踏まえて、基本的人権の尊重を貫徹するということだと思います。でそこがメインでありまして、で憲法というのは私は多様な価値観を認めてその存在を許容するものであって、その調整権利の上になってる、成り立ってる、そういう部分が大きいんだと思います。今の歴史的な経緯で日本国憲法ができた時は、これ本当に戦争、第二次大戦の本当悲惨な戦争を経験して人権というものを世界が目覚めた時の、むしろその先駆けだったと。でその後にいろいろな人権宣言その他っていうのが出てきているんだけど、そこから完全に離脱をする意思表明になるんではないかということを非常に懸念をしている。そうですね。憲法なのに国民に対する命令がすごく多いということなんですね。例えば、102条で全て国民はこの憲法を尊重しなければならないというのは一つですよね。一見もっともに見えますけれども、なんかその命令されちゃってるっていうようなこと。それからね、憲法を尊重しなければいけないのは統治権力なんですよね、これは近代憲法のこれ常識、ところがこの憲法草案、自民党ですからね、その低能力ぶりが明らかなんだと思うんだけれど、そういう意味ではあまりにもですね、不見識、無教養、あるいは無知、あるいはその概念的な能力のない人たち、低能って言葉は今使ってはいけないという人もいるので、低能力というふうに言っておきますけど、あまりの低能力ぶりに、低能力の方が痛いな僕低能力ぶりに、あぜん呆然ですね。